ウッドストリームのデジタル生活お届けしますのは技術コミュニティウッドストリームネットワークスの木澤ですよろしくお願いしますこの番組はマイクロソフトの最新情報と明日使える Windows の情報 Windows をさらに活用するパソコンなどのデジタルガジェットの情報などお役に立てる情報をお届けして皆さんにマイクロソフトを楽しんでいただく番組です第685回目の配信になりますさてショートカットキーネタって結構いろいろあるんですけど 皆さん、ソフト立ち上げるときにたまにあの管理者権限で動かすってことあると思うんですよね。大体の場合がコマンドプロンプトだったりするんですけどもあのソフトによってはその管理者権限で起動しないとうまく動作しませんということでねあらかじめこうショートカットを作るときに管理者権限で動かすとかねそういう設定する場合もあるんですけども、まあ そんな設定してない場合、大抵はこうミニクリックして管理者権限で実行するとかね、そういうことをやれるんですけども、えっともう一つ方法がありまして、シフトキーとコントロールキー、これを同時に押しながらアイコンをクリックするとです、ね、管理者モードで立ち上がるんですね。まあ、あの、ということで、例えばコマンドプロンプトを、まあ、あの、メニューにね、管理者モードって下にあるんですけども、普通のコマンドプロンプトをシフトキーとコントロールキーを押しながらマウスでクリックすると、 それだけで管理者モードで立ち上がります。もちろんコマンドプロンプトだけじゃなくて、他のアプリケーションでもですね、管理者権限で立ち上げたいという時は、この立ち上げ方法ありますので、よかったらちょっと使ってみてください。はい、ということと、あ,あとね、もう一つあの、とお知らせなんですけども、えー、っと、多分もうこの配信をしてるときには、当日か過ぎちゃってるかもしれませんけど、えー、っと、6月20日火曜日ですね、えー、こちらにですね、 あの、生成系 AI 研究会というのがあるんですね。えー、ジェネリティブ AI 研究会、GAIS。これ、ガイスって呼ぶのかなうん、まあ、あの、こういうね、研究会があるんですけども、えー、これでね、第3回 GPT ジェネリティブ AI 勉強会っていうのが開催する。えー、ここでですね、あの、登壇をします。えっ、ー、と、私の方は AI 搭載の新しいビング最新情報というところで、あの、まあ、今までこう、 よくお話ししてるね、ビングの話をですね、もう一回、こう、リピートセッションしつつ、まあ、最新の情報どうなってるかっていう話をね、えー、したいなと思っております。えー、なんか、あの、これ、主催者がね、渡辺誠さんって方で、まあ、あの、私のお友達なんですけども、えっ、ー、と、渡辺さんからね、前、あの、ステーブルディフュージョンで一回話してって言われたんですけど、なかなかうまく時間も都合つかなくて、ああ、じゃったらビングの話だったら、一回してますんで。 ちょいと焼き直しをして話ならできますよっていうところでお時間をいただきました。えー、というところでね、あのこの、ね、お申し込みページがあるんですけども、かなり本格的になってましてね、いわゆるあの普通の,こうあのいわゆる個人がいる勉強会っていうよりも、なんか企業がいるようなセッションみたいな、ね、紹介の仕方で、なんとね、写真入りで載っています。なんか そうそうたるメンバーのね、CEO の方だとかね、エヴァンジェリストの方とかね、いるんですけど、そこに g i コミュニティ、ウッドストリームネットワークス、マイクロソフト MVP、をともかすってことで、名前が出ています。いいんだろうか、こんなすごいとこで出ちゃってというとこで、まあ、主催者がね、お友達なんで、えー、そこちょっと気軽にやらせてもらおうかなと思ってるんですけども、えー、そんなお話がありますんで、よかったらこれオンラインでもね、参加できますんで、えー、よかったらご参加ください。 この配信は安成さん、ホワイト・カラオさんはじめ合計12名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。また、マイクロソフトチ t ム e a m s を使ったコミュニティ活動を行っています。ぜひご参加ください。さて、今日のお話はいろいろありますよってところでです。まあ、あの、Surface Pro9、これね、今マイクロソフトさんから評価用にお借りしてるんですけども、えー、これを使ったレポートの話、えー、今回はゲームで遊んでみましたという話と、あとゲーム関係でね、 あのマイクロソフトの方がイベントを今週ありました。Xbox Games Showcase 2023というイベントがありまして、そのお話をちょっとと、あとは、えー、もろもろマイクロソフトのソフトのリリースの話とか、あと、まあ、毎,毎週恒例の Windows 11のインサイダープリビュドのお話とか、えー、そんな話を、ねえー、していこうと思います。えー、とまずですね、えー、Surface Pro 9のインテルモデル、えー。これがですね、えーと、私が今手元にあるのは、 Core i71265U という第12世代コアプロセッサーを積んだ Surface Pro 9でメモリーは 16GB ですですですから Surface としては Surface Pro としてはですね一番性能のいいやつの方になりますさてこの Surface Pro 9普通はお仕事とかに使うマシンなんですけどもじゃあこれゲームで遊んだらどうなるだろうっていうところでねえちょっと遊んでみましたえっ、ー、と遊んでみたのはあの まず、実際ゲームをインストールして動かしてみたっていうのと、あと、Xbox クラウドゲーミングですね。ストリーミング配信でゲームができる Xbox クラウドゲーミングこれを遊んでみて、どんな感じだったのかなというところを、ね、お話したいと思います。えー、と、まずね、ソフトをインストールして遊んだゲームというのが、Ace Combat ンもう、君好きだねって言われそうですけどね。これもう、今見ると4年前のゲームなんですけども、この Ace Combat ンを この Surface Pro 9にインストールしました。これ実際はあのデスクトップパソコンで遊んでたんですけども、まあ、同時にね、一つのパソコンでしか動かすことができないんで、Surface 側をね、インストールしたら、デスクトップ側は、あ、これ Steam ですね、Steam で買ったんですけども、デスクトップ側の Steam のアプリケーションがね、エースコマットブン遊べなくなりましたっていう表示が出てきて、Surface <laughs> 側で遊べるっていう、その排他的にね、どれか一つでしか遊べないようになって、逆に言うと、 どれか一つはしか遊べないんだけど、複数のマシンにインストールできるということですね。で、サーフ e スプロ9にインストールをして、えー、遊んでみました。で、遊んでみる分にはですね、あのキーボードとマウス使って遊べるんですけども、やはりゲームのコントローラーを使いたいなというところで、えー、っと、私、あの、優先接続ですね、USB Type-A の優先接続のゲームコントローラー、これ、ホリーのゲームコントローラーを持ってるんですけども、えー、これを使いました。 といってもサーフ e スプロ9って USB Type-A の端子が一つもないんですよね。で、これどうしたかというと USB Type-C のコネクタのところに USB Type-A とか HDMI とかがつなげるようなアダプターをつないでそれに、ね、USB Type-A のゲームコントローラーの端子を挿して使いました。あちなみにこのアダプター何かっていうと MacBook Pro で使ってたあの Apple のデジタル AV アダプターですね。 USB Type-C って言いながら実際、サンダーボルト3を USB Type-A と HDMI の入力に変換しますよというものなんですけども、これ全く問題なく使ってます。で、えー、実際それでゲームコントローラーつないでですね、もちろんあの無事につなげて動かすことできまして、えー、ちょっと遊んでみました。で、あの、まずね、a c e c o m p a t 7を s u r f a c e p r o 9にインストールした段階で、あのやっぱり そのマシンに最適化された状態で動くようにしてるんですね。で、エースコンパット7はあの画面の解像度、これがですね、1440×900 ドットの解像度に設定されていました。これもちろんあの最高解像度のね、2880ドットにもすることはできるんですけども、やっぱりちょっと重くなってしまうんで、えー、まあ、サーフェス側での判断っていうか、サーフェスの性能を見ての この S コンバットの判断で 1440×900 ドットということにしてると思います。で、あとは画質ですね。ロー、ミドル、ハイ、カスタムっていう設定ができるんですけども、えミドルという設定にしています。という形で、じゃあ実際遊んでみたらどうでしょうというとこなんですが、まあ、結論を先に言うと十分遊べます。あのー、かなり快適にね、 え遊べますんであこれ、良かっったなってこれちょっとマイクロソフトの方にもですね、普通こういうレポートしないんでしょうけど、いや、結構いけますよってことでね。で、あのー、これ、アンリアルっていうゲームエンジン使ってるんですけども、このアンリアルがサクサク動くっていうのは驚きですねっていうことはね、ちょっとあのマイクロソフトのご担当の方も話をされてて、なんか、週末に早速私も遊んでみますって、<laughs> なんかね、フォートナイトやってみるって言ってましたけどね。まあ、そんなところでね。 十分遊べますあのオープニングムービーはもちろん綺麗に出ますしあの実際こう戦闘シーンというかねあのゲームを動かしてるところも十分動きますほとんどま止まったりすることもないですね、うん、あのこの改造となら十分遊ぶことができますそれとあの、まあ、ミッション01っというね一面を遊んだところ、まあ、あれあまり敵出てこないんですね 爆撃機が出てきてあと5駅のミグ21が飛んでるぐらいで数的にはそんなに多くないんですけどもじゃあこれ数が多くなったらもっと重くなるのかなっていうことで、えー、とミッション11という11名にですねフリードディスクリプションっていう面があるんですねこれどういうのかっていうと、えー、敵基地の海上要塞があるんですねその要塞があってそこにねものすごい砲台とかねミサイルランチャーとか並んでるんですよそれを倒してってっ その要塞そのものもコアっていう中の部分を1個壊していくことですね端っこから全然崩れていくんですねただすごいそのオブジェクトがあるっていうかたくさんものが出てくるんですねあと戦闘機もものすごく出てきますしそれがもう一つあるっていう世界で戦闘するんですけどもこれ結構重くなるかなっていうところもあった思ってたんですねで実際それで遊んでみたところえっ、ー、と全く 問題なかったです。あの本当にサクサク、ぐりぐり、バンバン撃ち落とせるっていう形で、えー、遊べましたあの。本当にもうミサイルがとか機銃とかが飛び交う中ですね、戦闘機だとかいろんなのが飛び交う中ですね、うあのそこの中をかいくぐってあの撃ち落としてたりとかね、そのコアを壊してったりっていうことをしてるんですけども、えー、っと全くあのパフォーマンスが落ちることなくですね、遊ぶことができました。で、音もいいですしね。 で何よりもね、やっぱサービス画面綺麗ですから、ね、まあ、そんなところでえ十分遊ぶことができましたんで、まあ、この解像度であれば十分いけるってことはね、分かっていただければと思っております。それと、じゃあ、でっかい画面に出したらどうなるかっていうところで、この Surface Pro9 は USB 端子ね、3ーボルトの USB 端子が2つついてますんで、そのうちの1つに、私の31.5インチの 4K モニターにですこれ USB-C で。 繋いでモニター出つないでモニター入力することができるんですね。えー、とそれをつないで遊んでみましたもちろんあのモニターきちんと映ってですねあの別にあの外側のモニターつけたからってパフォーマンスが落ちることなくですね遊べます。まあ、解像度は 1440×900 ドットなんですけどもまあ,あのぶっちゃけそのぐらいの解像度だと十分遊べますんで。 まあ、そんな解像度を気にしてる場合じゃないんですね。もう敵を打ち落とさなきゃいけないだから遊んでると全然気にな,気にならなくて、ねえーまあ、実際私あの、デスクトップマシンでエスコ o ットセブ7を 4K で遊んだりしてますけども、別に 4K だろうがフルッチでだろうがあんまり関係ないんだってところが私あるんですけども、あのとにかく 1440×900 ドットで、なんか画質が荒いなとかね、そんなことはあまり感じません。これも私のこう個人的な感想なんで、人によると思うんですけども。 まあゲームとしては十分遊べるかなと思っています。まあそんなところでその実際インストールしたパソコンの、まあ、ゲームサーフィスにインストールしたゲームでサーフィス単体でも遊べますしもちろんゲームコントローラーにつなげて遊べますしあと外付けのモニターつ,けつなげてパフォーマンスを落とすことなく遊べるっていうところね、えー、が今回分かりました、えー。ということで結構まあまあ,あの解像度を上げなければあの十分遊べるかなと思っています。さてじゃあもう一つね Xbox クラウドゲーミングこれを試してみましたこの Xbox クラウドゲーミングっていうのはぶん、えー、前に多分話しているんですけどもあの Xbox ゲ、えームパスのフルコースに入っているアルティメイトかなに入っていると遊べるゲームであの Xbox のゲームまあ Xbox ゲームの、XBOX ゲームパスのゲームですね。ですからあのパ、XBOX だけじゃなくて、パソコンでも Windows マシンでも遊べるんですけども、このゲームをですね、パソコンにインストールすることなく遊ぶことができます。実際、ウェブブラウザ上で遊ぶことになるんですけども、じゃあ、実際そのゲームの画面ですね、どうしてるかっていうと、ストリーミングでクラウドからデータを落とし続けて遊ぶことができます。で、こちらで操作した内容をまたクラウドの先の マイクロソフトのクラウドのマージルのなんとかなんでしょうけど、えー、そこで操作したのをフィードバックしていくっていうところで、あの完全にねあの、ローカルのパソコンにソフトは一切インストールしない状態で、で画面はもちろんそのパソコンで見れるし、えー、操作はゲームコントローラー、パソコンにつないでるゲームコントローラーでできるっていうものなんですね。ですからあの、Xbox、s e r ス a c e p r 9に、 特別にソフトをインストールしなくてですあの、そのまま、Xbox クラウドゲーミングのサイトに入って、このゲームで遊びますっ,つって遊ぶことができます。さて、そのクラウドゲーミング、一回私試したことあるんですけども、これデスクトップパソコンで試したんですけども、結構ね、立ち上げに時間かかったんですね。で、とにかくローディングをしてるわけでもないんだけど、立ち上げてますってのにものすごい待たされて、何分オーダーで待たされるんです。で、やっと遊べるなと思ったら、結構荒い解像度で、 それでもね、遊ぶことができます。ただ、そんな感じだったんですね。ただあの、ゲームとしては楽しめるようになってるんで、もうそれぞれでね、評価できるかなと思うんですけども、えー。ということでね、パフォーマンスを優先、ゲームを楽しむことを優先にして、性能の低いパソコンなのか、その回線が細い環境だと、解像度を低くして遊ぶっていうことができるものなんですね。ですからあの、遊ぶことはできます。さて、その状態で、 Surface Pro、えー、9でやってみました、えー、やってみたソフトは2つ、Forza Horizon 5と龍が如く7というゲームです。まあこれ番組でもね私お話しててて結構気に入っているんでずっと遊んでるんですけども、Forza Horizon 5っていうのは、まあ、車のゲームですね。あのー、カーレースというよりは車でそのいろんな街を走って で、行った先にイベントがあって、そこでカーレースのゲームをやって、ポイントを稼ぐとかいうもので、あのただ普通に、あの、田舎町田舎町の道をですね、ドライブするだけってこともできるんですね。私はそういうお気軽なゲーム好きなんで、遊んでるんですけども、さて、じゃあ、このホ、ホルザ・フラジオブあの、昔遊んだ時は、ローディングに時間かかったんですよ。ローディングなのかわかんないんです。ところがですね、今、あの、XBOX、クラウドゲーミングが良くなったと思うんですけども、 サー c e スプロ9で遊んだ時にほとんどあのローカルにインストールしてるパソコンあのゲームと一緒ですぐ立ち上がりましたあのオープニングのデモとかを流しながらそういった下準備をしてるんでしょうけどそれであ,のあんまり感覚的には待たせるっていう感じもなくておデモきれいだなっていうあデ,デモじゃなくてデモデモストレーションがきれいだなっていうところで見てる間にあゲームできるようになってるっていう感じになってますじゃあさてそこでゲームで遊び始めたんですがなんと 解像度はですね、あの、もう、おそらくフルエッチでに近い状態だと思います。その状態でサクサク動くんです。あの、こう画面を、さっき言いましたよね、そのパフォーマンスを優先させるんで、柄面を荒くしますって言ったんですけども、画面を荒くしてるように見えないんですよ。あの、おそらくフルエッチで相当で、そのまま遊んでる、遊べる状態です。ですから、あの、車ね、えー、今回、フェアリディ Z だったんですけども、まあまあ、全然問題なく、道路を走り回れました。 まあ、こ,これはねあの、ローカルにインストールしてるのとどう違うのかなと思うくらい。ということで、これもすごく快適に遊びました。本当にあの車のゲームで走り回って、ブレーキ踏んで、アクセル踏んでっていうところで、そこのレスポンスも良くてです、えー、十分遊べるゲームですあ、まあ。そういうところで、あとはです、ね、もう一つ、龍がくセく7ね。これはの、まあ、RPG という感じのもので、まあ、ヤクザのお兄さんがです、ね、いろんなこう敵を倒していく。まああの ドラクエっぽいところで結構リアルな、えー、ところがあるんですけども、それもねこう、いろんな街、これ大阪と横浜なんですけどね、いろんな街の中で人が歩いてるところで、えー、例えば、あの、宝物探したりだとか、食事をしたりだとか、あと敵の柄の悪いお兄さんが出てきたら戦うとかね、えー、いうのがあって、いろんな街、だ横浜の,あの中華街だとか、 山下公園近辺をデフォルト名した町とかあと大阪のねあの震災橋の道頓堀ですねあそこら辺あたりをねうまくデフォルト名してねあのした町とかが出てくるんですけどもあの当然ねもうオブジェクトっていうか表示するものがたくさんあるんですよでそれも全く問題なく表示できるし4人ぐらいのチームで歩くんですけどもその歩いてる分には全然あの。 パフォーこれだけね、たまにあの、本当にごくたまにね、ピタって止まって、また動き出すってことがたまに何回かありましたけど、本当にその程度なんですね。だからあと、画質はさすがにちょっと落としてるかな、フル HD よりはちょいっと落としてるかなっていう感じはしています。あとこう、敵が現れて戦闘シーンなんですけども、そこも全然問題なくね、えー、遊べますし、スピード感があるっていう、落とさないっていうところがあって。セブンそのものもを 遊ぶ分にも全く問題なないいのかなと思っていますただね、あの、これ自宅のネットワーク環境だったからというのがあるんですね。えっ、ー、と、自宅のネットワーク環境は、えっ、ー、と、これ Wi-Fi5 ですね。まあ、Wi-Fi5 の環境だったんですけど、サーフィスプロタインね、Wi-Fi6 の環境もいけますんで、まあ、Wi-Fi6 にすれば全て上がるかっていうとそうでもないと思うんですけども、よりパフォーマンスは、ネットワークのパフォーマンスを上げて遊ぶことができると思います。なら、この調子でこう、 マクドナルドだとかスターバックスに行って同じように遊べるかっていうとそうではないと思うんですけどももうこれはもうサーフィスプロナイン以前のこのネットワーク環境の問題です、ねうんでねそこはちょっとあの諦めてもらうっていうところあるんですけどもまあその楽しむことができるっていうよりはあの遜色なくゲームが、うん、遊べるっていうところもありますんでまああの やっぱり Surface Pro 9そのものもね、まあ、さっき言ったそのインストールして遊ぶっていうエースコンバットみたいなケースもありますし、あの、f a c e Pro 9の、まあ、第12世代怖いプロセッサーの性能もあって、結構ね、Surface Pro 9でゲームが十分遊ぶんじゃないかなと思って、まあ、そんなところであの、うん、実際ここまでできるってことが分かったんで、まあ、あの、ビジネス用途でも買ってもいいし、こういったゲームにも使えるってことをね、えー 分かっていただければいいかなと思ってます。おそらくだから Surface ラップトップ5。でもほぼ同じようなことができるのかなと思っています。ということで、ね、ぜひあの Surface でゲームを遊んでいただければなと思っております。はい、ということで、surface プロネイでゲームを遊びました。という話をさせていただきました。さて、えっ、ー、と、じゃあ次の話がです。えっと m i c r o s o がえっ、ー、と今週ですね。6月12日の深夜にですねゲーム関係のイベントを開催しました。 Xbox Games Showcase 2023。それに加えて、スターフィールドダイレクトっていうイベントの2つセットで開催しました。で、これは Xbox の新作ゲームの発表会と、あとはスターフィールドっていうゲームのね、ゲーム会社のこのリリースの発表会だったんですけども、ここで発表されたのは、Xbox でこれから出てくるゲームはこんなのが出ますよっていう。 ゲームの紹介です、すここで出てくるこの XBOX のゲームっていうのは、XBOX シリーズ X、XBOX シリーズ S と、あとパソコンですね、えー。それで遊ぶことができるというものになりますんで、XBOX 持ってなくてもですね、ちょっとこのイベントは楽しむことができます。で、今回は27本の新作ゲームを発表しまして、そのうち21本は XBOX ゲームパスで遊べるというものなんですね。で、どれもこうゲームのデモを 紹介した後に、リリース日の初日から遊ぶことができるというね、ことが書いてありますで、Xbox ゲームパスを会員になっていればです,、ね、すぐ遊ぶことができますんで、ちょっと私もこれすごく楽しみにしています。で、どんなゲームが発表されたかというとですね、すんごいたくさんゲームが発表されました。あのこんなゲームあったんだっていうのもあって。えっ、ー、と、というところで私の興味のあるところを、まあ3つほど挙げますけどね。 あのまずあのフォルサモータースポーツさっき言ったフォルサモホライズンとはまた違った完全なあのカーレースのゲームですね、まあ、あのグランツーリスモみたいなゲームですよ、えーまあ、XBOX 系だとカーレースといえばこのフォルサモータースポーツなんですねでこれがまたもうリアルリアルでグランツーリスモの方がねやっぱりあっちはクオリティ高いんでしょうけどあの画面を見る分にはものすごくあのリアルな車のゲームです まあ車の種類っていうのは、日本車とかがね、なんか一瞬スカイラインの、まあ、GTR の R34 だったかな、それがちょっと一瞬見えたところもあるんですけども、基本的にあんまりその車はあんまり日本には馴染めのない車が出てくるっていう感じなんで、本当に車好きの方はね、グランツーリスもかなってやっぱり思うんですけども、純粋にカーレイクス遊ぶ分にはものすごくいいのかなと思っています。で、このフォルサ・モータースポーツも出ますって。えー リリースされれれた初日にも遊べまますす。すよとと言っていますそれとやはりこれですね。マイクロソフトフライトシミュレーター2024えっとこれ10月10日リリースだったかなえっとこれがねマイクロソフトフライトシミュレーターが今出ているマイクロソフトフライトシミュレーターのまた新しいバージョンということでねまあネクストジェネレーションという方で発表しましたであのこれ実際その飛行機を飛んでまあねあの 世界中のこう空港を飛び回って着陸してっていう要素があるゲームで本当にフライトシミュレーターなんですけどもまあこれ今回のこの2024年になるといろんなね遊び方のバリエーションが増えるんですんでこれが何種類あるのかなちょっと全部紹介され短いビデオの中で全部紹介されてたんでどんなのがあるかっていうのをお話ししますと例えばねヘリコプター使って山火事を消火するとかねあとヘリコプター使って あこれヘリコプターじゃないか飛行機だったかな山火事を消火するとかあとヘリを使った捜索活動とか救助とかあとヘリを使った輸送ですねこれデモで出てきたのは洋上プラントみたいな洋上基地からのヘリポートから荷物を引き上げて別の貨物船の別の貨物船のですねそのヘリポートに荷物を置くとかっていうことをやるとかあとまあ救,急救助隊の活動っていうのを やってみたりとかあとね農業のですね種まきとか農薬散布とかをやるとかあと山の救助ですねなんか救助系多いんですけども、まあ、山の救助こう例えばその遭難した人をこうヘリで引き上げるっていうね救助活動あとスカイダイビング、えー、そういったものとかあとね空中の建設ってことでこれもヘリ使うんですけども、えー、例えば送電線の鉄塔をですねヘリで吊り上げて建てるとか空中からこう 設置するとかね、そんなことをやったりとか、あと、大型機、あの、飛行機の前面にこうパカッと開いて、あの中からまた荷物がたくさんとか、また中に飛行機が運ぶとかね、あると思うんですけども、そういった大型機による荷物の輸送とか、あとその貨物のリモート操作をしてみるとかで、あとね、VIP のお客さんのチャーターをするというところ、なんかレッドカーペットみたいなところを歩かせて、そこから飛行機乗せて掃除するとかね、えー、そんなようなものとか、 あとえ、これね、これやってみたいですね。エアレース。もう、レッドブルみたいな感じの、ね、エアレースのゲー内容だとかですね。あと、ただこう、グライダーを飛ばすっていうね。えーまあ、グライダー飛ばすってあの、自分が乗ってるんですけど、グライダーに乗るとかいうこともできます。あと、科学的な調査。竜巻の撮影をしに行くとかね。あと、実験飛行ですね。ドローンを飛ばして実験飛行をしてみるとか。あとは、低空飛行の訓練をするとかですね。 あとは、役員を乗せて輸送するっていうようなミッションだとか、あとね、気球ですね。あ、気球じゃねえや。これ、これあれか。飛行船ですね。飛行船でツアーに行きましょうとか、あとはあの、気球を飛ばして旅をしましょうとかね。えー、そんなのが紹介されました。つまりあの、普通にあの飛行機を飛ばして、飛行場から飛び立って飛行場に降り立つ。で、その世界の各地をこう回れるっていう。 ともあるんですけどそれに加えてこういった遊びの要素が、ね、加わってるっていうところでこのフライトシミュレーター2024、えー、いろいろできますんでこれねこれ買ったらかなり長い間遊べるんじゃないかなと思ってます、まあ、それがね XBOX ゲームバスで発売された当日から遊べますっていうことになってますそして、えー、もう一つがですね龍が如く8もう私この龍が如く大好きなんですけどもあのキムタクが如くの方じゃないほどねあの ヤクザっていうタイトルのね、えー、ラ,イザいやライクアイヤクザかな、あのアメリカっていうか、あの英語圏の名前なんですけども、えー、その続編です、パート8ですね。まあ私もね、まだね、パート7をやってるとこなんで、ウが5とか7をまだやってるとこでね、ちょっとね、ボスキャラなんだろう、中ボスだと思うんですけどね、なかなかちょっと強すぎてですね、かなりこうレ,あのレベル上げないといけないってとこで、今そこ一生懸命やってるとこなんですけども。 あそこでね、ちょっとまだ終わってないんであの早、はい、いとこトが出たら遊べるようにしておきたいなと思ってるんですけどねでこの龍が如くで主人公になってるカスが一番とあとは、まあ、同じシリーズの中で桐生一馬っていうのが、まあ、それぞれもうヤクザなんか元ヤクザっていう扱いになってますけどね、あのーそういった 二人がですね、主人公ということで共演をするというゲームになっています。私が遊んでるその、リュウガゴトクセブンは、春日一番だけが出てくる。まあ、あの、まあ、その二人が主人公で繰り広げるっていう、まあ、どんなドラマがあるんでしょうってところでね、これはちょっと楽しみにしています。で、デモムービーは、南国のビーチで、なんか、そこで状況がわからず目が覚めちゃった春日一番が、えー、すっぱだか状態で、ビーチを歩いて、な <laughs> んじゃこりゃって言ってるっていうね、 そういうちょっとコミカルなところから始まってますけども、まあ、実際どんな物語なのかっていうのはねちょっと楽しみ、まあ、そんなことかないろいろの「ペルソナなんとか」とかね、まあ、いろんなこうゲーム詳しい人はねよく知ってるっていうタイトルとかも出てきてますんでうーんねあの XBOX って日本じゃあんまりねあんま私もヨドバシ行くと一応コーナーありますけどね流行ってないところあるしまあ実際その数も売ってないってところもあるんで どんなもんかなと思ってますけど、実際も今、マルチプラットフォームになってますし、XBOX で遊べるゲームはもうパソコンでも遊べるってことで、まあ、パソコンで遊べるなら、まあ、XBOX ね、買わなくてもいいかなと思ってるんですけども、まあ、そんな一連のゲームっていうのがシリーズで出てきますんで、ちょっとね、あの、プレイステーションじゃなくても遊べるっていうところで、あの、昔みたいにね、私、あの、セガサターン持ってたんですけどね。 どうしてもプレイステーションの方がいろいろゲームが出てるってことで結局プレイステーションも買っちゃったんですけどまあそんなこともねあのないのかなと思ってマルチプラットフォームで遊べますんでまああのこれもちょっと楽しみにして、まあ、いろんなゲームがこっちでも遊べるってこっちって、ね、こっちってあの XBOX をこっちってなぜか言っちゃってますけど、えー、遊べるってことでねちょっと楽しみにしてあとその中でですねあの一個ハードの新発売の発表がありましたえっと XBOX シリーズ S えー、廉価版の方ですね、えー、これ、現行モデルがあの白いボディで売ってる、ちょっと薄型の Xbox ですけども、これ、ストレージが 512GB のモデルで、お値段37,978円で今、売っています。あのヨドバシとかに行くと、Xbox シリーズ X はね、やっぱり買えたり買えなかったりなんですけども、シリーズ S はです、あのヨドバシのゴールドポイントカードとか持ってれば、あと、お一人様。 1>, 1台までっていうことなんですが、えー、買うことはね、できますね。今日もちょっとヨドバシ行ってきたんですけども、えー、売ってました、えー。というモデルが現行モデルなんですが、これのね、えー、と新型が、新型っていうか、まあ、えー、バリエーションの一つが出ます。えっ、ー、と、これがですね、まず色がですね、カーボンブラックボディになりました。白から黒、えー、黒いモデルが出てで、ストレージがですね、1テラバイト搭載というものになっています。 まあこれゲームだとどんぐらいなんでしょうね。あの、容量的にね、まあこんぐらいあった方がやっぱりいいのかなと思って、えー、っと、私ももう今エースコンバット7が 70GB で、まあこれ Xbox ゲームパスじゃないですけどね、これ Steam なんですけど、まあでも容量的にはそんなもんで、あと、えー、っと、龍河ごとくはどんぐらいだったかな。ちょっと忘れちゃいましたけど、あとフライトシミュレーターね、マイクロソフトフライトシミュレーターが 105GB です。初期インストールで。そのぐらい食うんですよ。だから、例えば、510GB だと、まあ、10本入らないなっていう感じですよね。うん。となると、なんか 1TB あった方が、こう、余裕があっていいなとは思うのかなと思います。まあ、そんなところで 1TB のモデルが出るってところで、うん、これはちょっと、ゲームをいろいろ溜め込んで遊ぶ人にはいいのかなと思ってます。で、お値段は、44,578円です。 ちょいと7000ぐらいね、高くなる。まあそんなところで。で、えっと、発売。えっとね、6月13日から予約を開始。ですからもう予約は今開始しています。で、発売は9月8日。ちょっと先ですね。えー、9月8日発売となる Xbox シリーズ S ブラックモデル。ストレージ 1TB、えー。お値段44,578円というのが発表になりました。まあこんなところでね、えー、Xbox ゲームズ ショーケース2023という発表があったんで、まあ、これからもまあちょっとゲームはなんだかんだでね、現実逃避したい時にね、遊びますんで、えー、ここら辺はちょっとこう順次出てくるゲームは見てみようかなと思ってます。で、今ね、あのー、私ね、Xbox ゲームパスは入ったり入んなかったりって、まあ節約しながらやってるんですけども、今回ちょっと Surface Pro9 で試すっていうことで、えー、再入会しました。 えー、ということで、今月は1100円取られるんですけども、まあ、ちょっとまた留学ごとくは進めて、うんその次は、また節約で一回止めるかなとかね、そんなふうにしてもいい思っています。まあ、そういった意味で、やっぱりサブスクリプションサービスっていうのは、こういった楽しみ方があって、えーまあ、ずっと払い続けるっていうかね、えー、よりはもう必要な時だけ払うっていうんでね、まあ、それいいのかなと思っています。はい、以上。 Xbox Games Show 2023の話をさせていただきました。さて、えっ、ー、と、じゃあ次はですね、ちょっと話変わって、えっ、ー、と、マイクロソフトからいろんなソフトのリリースとかがあったんで、そこの話をしたいと思います。まあ、リリースとかアップデートですね。そういうのがありました。えっ、ー、とね、まず一つ、これ、えーあ、いきなり Apple 系の話なんですけど、iOS 版ですね、えっ、ー、と、Power Automate for iOS が正式リリースになりました。 あのパワーオートメイトっていう、まあ、ちょっと紹介もしてましたけど、まあ、マイクロソフトの自動化ツールですね。えっと、このパワーオートメイトのマイクロソフト365上で動かす自動化ツール、えー、ですね。これの iOS 版が正式リリースになりました。これ実際のテスト版ということで、去年から出てたんですけども、えっと、GA ってことですね。General Availability というところで、えー、正式リリースになりました。で、これあのー、 実際そのマイクロソフト365上でこうパワーオートメイトを使われている方多いと思います。あのパワーオートメイトデスクトップとはまた別ですね。本当にクラウドで動かすパワーオートメイトなんですけども、えっと、その自分のマイクロソフトアカウント、えー、自分のマイクロソフト365アカウントで動かしているそのいろんな自動化のフローとかですね、えー、それがですね、iPhone とか iPad でそのまま使えます。あの実際私もこれ入れてみたんですけども、自分のマイクロソフト365の この番組のコミュニティのチームでも使ってます。えっ、ー、と、そこのフロー、まあ、プログラムみたいなやつが、そのまま iPhone の画面にも出てきます。で、編集をすることもできますし、ここで実行することもできるということで、あのー、実際その、ウェブブラザーででもできてたんですけども、iPhone、iPad の、えー、アプリとしてですね、この Power Automate が正式に使えるようになりました。まあ、実際私もこれブログに書きましたけど、 あのほとんどウェブで出ている画面と同じように操作ができてまあ,あのタッチ操作でねあのいろんな設定ができたりってことができてますんでこれあの結構面白いのかなと思ってますということでね、えー、まずパワーオートメイトの,の iOS 版が正式リリースになりましたという話をさせていただきましたそれとこちらはですねあの Windows Subsystem for Android という 仕組みがありますす Windows Android 上で And のアプリを動かすというものですこれもすでにこれを紹介したんですけども、この WSA という略称でも使うことがあります。Windows サブシステム法、Android なんですが、これ2023年6月のアップデートがありました。で、これどういったアップデートがあったかというとですね、これ結構大きいと思うんですけども、ウィンホストで動いている Windows とゲストで動いている そのエミュレーションで動かしている Android のサブシステムの Android アプリとか Android アプリとか Android そのものですけどもこの間でファイルの共有ができるようになったんですねですから Android 側から Windows 側のドキュメントとか映像とかを参照できるようになったということができますでもちろんその逆もできるんですけどもあの Android アプリから Windows 上のファイルの写真を SNS に投稿したりとか 画像編集をしたりとかね、えー、そういうことができて。で、実際の,あのファイルの共有っていうのは、Windows 側のユーザーフォルダー、の C のユーザーズの下の、まあ、各皆さんのログインしているユーザーのフォ、えー、ルダーを見せることができて、で、Android サブシステム側からすると、えっ、ー、と、すら SD カードすら Windows、これ多分 SD カードメモリーですかね。ちょっと私、S、Android の実機持ってないんで分かんないんですけども、す、え、ら、ー、SD カードのすら Windows というフォルダーから参照することができます。で、まあ、あの、そういったところでねあの、ファイルのやり取りっていうのもできると思うんで、あの、実際じゃあデモンストレーションっていうか、デバッグだとか、あと本当に、本当に使うっていうだあのツールとして実機として使うっていうんであれば、まあ、この機能ね、結構ファイルのやり取りができるっていうのは便利かなと思っています。あと、その他の機能としては、ドラッグドロップで、あとコピーペーストが、 できるなってうそういったファイル転送機能ができるようになりましたと、えー、いうところとですねあとは w i f i の互換性が向上するとかカメラのハードウェアの互換性の向上あとアンドロイド側の Linux カーネルのセキュリティアップデートあとはアンドロイド側に Chrome というウェブブラザーがありますけども ChromiumWebView というやつのバージョン113に更新しましたということで まあこれ113っていうのは今の Chrome のバージョンですね。に更新しましたというところと、あと Android13 ですね。バージョン13のセキュリティアップデートしましたということで、まあ、実際 Android のマシン抱えてるわけですから、アップデートもするというところでね、こんなアップデートが6月に Windows Subsystem スス for Android でアップデートがありました。まあ、そのところと、あとは次 Windows ですね。 えー、Windows は2023年6月のアップデートがあります。6月の第2火曜日。日本時間だと第,水第2水曜日ですね。6月の14日というところで、あの皆さんお使いの w i n d o w s 11もアップデートが走っていると思います。で、この更新内容なんですけども、あのー、ちょっと前のね、5月24日にプレビューリリースしたんですね。であのリリースレビューで入れてる、えー、ものが反映されたという。あとは、えー あと,あとコピーファイル API というところを修正して3 2ビット版のオフィスでドキュメントが保存されてませんっていうエラーが出るっていうケースがあるらしいんですけどもこれを回避しましたっていうのとあとカーネルの脆弱性ですねこれ、あのー、公式に 話が出てるんですけども、これの修正を行っていますというものになります。さて、その5月24日のプレビューリリースの内容の反映っていうのが、えっ、ー、と、これはノリジ、慣れジの番号の KB5026446 というものなんですけども、これね、何かっていうと、モーメント3の機能追加っていうのを含まれています。で、えっ、ー、と、大きくは3つ。あ、実は4つだったのかな。あ、4つじゃない。すいません、3つでした。で、えっ、ー、とね、まず、 ワンドライブのストレージの容量の表示。これをね、詳細の表示をするようになりましたというになっています。で、これの、えっと、実際皆さんもアップデートした後の Windows 11見ていただければなと思うんですけども、設定アプリのですね、アカウントのページ見ていただくと、このアップデートをすると、契約している Microsoft ワンドライブ、これのサブスクリプションの容量の表示が出ています。例えば私、あの、いろいろ追加して 50GB で 個人のワンドライブの、えー、設定をしてるんですけども、それが実際ですね、えー、実際62%使用済みで、ワンドライブでは 30GB、アウトロックの添付ファイルでは 0.6GB 使ってますよということが、えー、詳細で表示されるようになりました。というね、ワンドライブのストレージの容量の表示という追加があります。それともう一つが、BluetoothLE、え、オーディオ、これを正式にサポートしています。 えー、この Bluetooth LE Audio って言ってるのは、まあ、私も詳しいことわからないんで、えー、これ、インプレスのね、AV ウォッチの藤本健さんのデジタルオーディオラボラトリーというところからね、えー、ちょっと引用させてもらうんですが、まあ、この Bluetooth LE Audio っていうのは低遅延で LC3 コーデックサポート。あとは、えっ、ー、と、このねヘ、イヤホンヘッドオン使ったときに、 一つにデータを送るんじゃなくてそれぞれ左右に分けて独立したストリームで送るっていうものなんですね。だからレイド自体なんか低いらしいんですけどもそれでも十分なパフォーマンスで音質的聴ーこーができるというものらしいですね。それとあとブロードキャスト機能、えー、ということで発信元が複数の人の例えばイヤホンでもヘッドホンにでもいいんですけども複数のデバイスに対して例えば音声を流すとか。 いうことができますだからどっかで例えば発信元がこの複数の人に対して音楽を流すとかね、えー、そんなことができるそういったね BluetoothLE オーディオというのが、えー、このアップデートで正式にサポートということになりましたあとねウィジェットの回収ですねあのこれウィジェットのしはねあのちょっと前から私もしてたんですけども、えー、とウィジェットの回収 Windows キーと W のキーを押してみてください さて、このウィジェットなんですが、今までインサイダープレビューでは、自分のウィジェット、まあ、メールだとか、あと写真だとかっていうのが1列。あとは、マイフィードってところで、お気に入りのウェブサイトとか、興味ありそうなウェブサイトの表示っていうのを、マイフィードってことで2列っていうこのこの3列で構成というのをしてたんですけども、これがですね、正式に適用されました。というところで、今の Windows アップデートで、 この Windows キーとダブル抜きっていう形で、ウィジェットを表示させると、今、3列構成になっています。そして、あのー、例えばその、自分のウィジェットね、こうお気に入り、ピン止めをしたいっていう、例えばメールをピン止めしたいとか、Facebook のをピン止めしたいとか、写真をピン止めしたいっていう時に、このピン止めの設定をする、こう、プラスボタンを押すと、ピン止め設定できるようになるんですけども、えー、そこのとこの画面が、あの、今まではね、 のスイッチをオンするかオフするかだけだったんですけども新しいピン止めの機能っていうのが実際するを選択した時にどんな風に映るかっていうプレビュー画面が出るようになるんですねこのプレビュー画面を出すというのが新しいこのピン止めの機能になりますんであのそういったのがね、えー、使えるようになったというところでウィジェット関係のアップデートがありました、まあ、以上はですねこの6月の Windows 11のアップデートで記憶強化された内容になります さてさて。で、まあそういったところがあの、機能強化としてあったんですけども、さてそこで、えー、今週の、えー、Windows 11のインサイダープレビュー,、えー、どんなのが出たかというのをね、お話をしたいと思います、えー。今回ね、3つ出ています。デブチャンネルとベータチャンネルとリリースピルビューチャンネルが出ています。この最後のリリースピルビューチャンネルって一体どれのだよっていう, <laughs> いうのがあるんですか。これちょっと重要とお話しますと、 まずね、デブチャンネルですね。あ、だからカナリアチャンネルは今回なかったです。あ、違うんだ。カナリアチャンネルね、なんかね、リリースされてるんですよ。あの、今回も。先週も同じような話だと思うんですけど。リリースされてるんだけど、レイよってマイクロソフトから正式なドキュメントの発表がないんですね。なんか降ってきてるぞ。発表ないけどって。だからカナリアチャンネルはあの、ドキュメントすら整備しませんって言ってるね。あの、本当に。 開発者通行で <laughs> テストさせてるようなもんなんですけども。というところで、今回なんかアップデートがあったんですけども、えっと、実際中身が何が入ってるかわかんないです。やばいな、これっていう感じなんですけど、まあそういったところって、えっと、正式に発表があるのは、えっと、まずですね、デブチャンネルですね、ビルド23481。え、これがですね、あの、リリースがされてるんですけども、これってどういった内容かというと、 あの、まずね、Windows インクの改善っていうところで、あの、まあ、手書き文字ですよね。で、この Windows インクがどういうところで出てくるかというと、あの、どこの画面のテキストボックスでも文字編集が入力ができるようになります。ですから、あの、今まではこう、Windows インクの枠の中で文字編集したものをどっかのテキストボックスにこう、テキストを転送するような形だったんですけども、いきなりテキストボックスにです、ね、例えば、 あのブラウザの検索の枠の中だとか、あとは設定の検索のテキストボックスのところに、直接ペンでなんか書くと、そのままテキスト文字変換をされて、えー、使えるようになるというで、現在ですね、これ、の認識をさらに向上させてるっていう、あさらにその手書き文字の認識も向上させてるっていうことをやってるんですけども、現在、これが使えるのは英語版のみということになっています。 これすごいですね。これ言ったらさらにこうペンでやる人は出てくるのかな。あの、よりこう直感的に、あの、今まで直感的だと思ってたんですけど。ともう一つがですね、ファイルエクスプローラーの改善というところで、インプルーブスってなか改善なのかなあの、機能を落としてます。<laughs> なんと。あの、ファイルエクスプローラーで使用頻度が低い設定項目を今削除しようとしていますっていうところでですね、 あのフォルダーオプションだとかいろんなの表示をオンにするオフにするっていう設定画面があの設定項目があるんですけどもこれがですね使用頻度低いからやめようかなと思ってますっていうものなんでこれ非常にねフィードバックをかけたい方はご意見言った方がいいかなと思ってますでまずですねえっとフォルダーマージを競合しますかっていう表示があるであのアイコンで出ることなんですけどこれを非表示にしますとか あとはサムネイルじゃなくて常にアイコンだけを表示しますとか、あとはサムネイルにファイルアイコンだけを表示する、まあ、そういう設定、オンオフする設定ですね。だから普段、だからこのアイコン表示するに固定しちゃってる方がほとんどんじゃないかなと思っています。あとはフォルダのヒントにファイルタイプ表示を表示するかしないか、あと保護された OS ファイルを非表示にするかっていう設定、あのこれ大体私をオンにしてるんです。 あと、ドライブ文字を表示するかしないか。あとは、ファイルとデスクトップのああいうポップアップの説明を表示するかしないか。あと、暗号化または圧縮された NTFS ファイルをカラー表示する。これ、あの、圧縮表示されたので青い色になるんですけども、これをカラーで表示するかしないか。あと、共有ウィザードを使用するかしないか。という設定項目を削除しようとしてますということになります。これ、から注意してもらえないのは、 暗号化された NTFS ファイルを空表示するっていうのをやめますよっていうことじゃないんですね。そういうのを選択するっていう設定項目をやめましょう。設定項目をやめましょうと言ってるんですね。あのー、ですから、こう、どれなんだってチェックボックスがたくさんずらっと出てくるっていうやつがかなりスッキリしちゃうんじゃないかなと思っています。面白いですね。これねあの、やめる方向で考えるっていう、これを改善だって言ってるところがね、またこう面白いんで、これデブチャンネルなんでね、ぜひこう、 反対意見とかがあれば、あと賛成意見もあったら、やっぱりここはね、ぜひアップでフィードバックをした方がいいかなと思っています。あと、ただこの内容は、レジステリの書き換えで継続して表示させることもできるようにするっていう、この裏技の方法も教えています。面白いですね。あとは、もう一つね、ウィジェットですね。ウィジェットにあのフォーカスセッションを追加。 し、えー、しましたとということであのフォーカスセッ,ションセッションっていうのは今から例えば30分間は通知とかやめてくれって集中するからっていうあと時計表示するとかねあ時計上のこう30分間だったらこの30分間終わるまでのこうタイマー表示をするとかしないとかっていうのがあるんですけども、えー、そういうのをねウィジェットから設定できるように、えー、フォーカスセッションの項目を追加しましたということになっていますそれと非常にありがたいっていうあの私が前この番組の サブタイトルにもしたんですけども、私の言った意見が反映されたっていうので、あのファイルエクスプローラーのタブの機能、これを例えば結合したり分割できるようにしてほしいですと言って、まあ、マイクロソフトの方からあなたの言ってるやつやりましたよ、デブチャンネルでって言ったんですけどね、あの、これを実際私、デブチャンネルに入れたんですけども、私の方はね反映されてなかったんですよ。あの頼んだ本人,本人,人が 試せないでどういうことだとちょっと思っちゃったんですけども、これね、あの、さらに、あの、マイクロソフトの方が、フィードバックハブの方で、さらにコメントを書いてくれて、えっと、今回のデブチャンネルの、つまりこの、デブ、ビルド23481で、全部のデブチャンネルで使えるにしましたよってことで、あの、マイクロソフトのジェニファーさんって方がですね、わざわざ私のコメントを書いてくれ、教えてくれました。これ、ビルド23471でね、 できてた機能なんですが、これちゃんと全員使えるようにしたからねっていう連絡があって、これ実際今回も反映されています。であの実際私もね、あのデブチャンネルで動かしてですあのこのフォルダのエクスファイルエクスプローーラのタブの結合とか分割ができるのは確認しました。ちょっと動画も撮ってですね、これあの、この番組の Teams の方に上げて、今、動画で見ることができます。 えとどの部屋だったか、どのチャンネルだっけな、Windows のチャンネル、14番、Windows のチャンネルの最新とこに書いてます。えーね、よかったら、ちょっと見てみて、えー、というところで、これがまず反映されました。あとはですね、すでにビルド23466で設定されているものなんですが、タスクバーの各アプリの表示を非非結合。 させないっていう、分割して表示させるっていう、私が Windows10 ではできてて、11でできないで、どういうこっちゃって言ってた機能なんですけども、これも Windows11 のデ Wind ブチャンネルでは全部に適用しましたという話があります。これぜひね、デブチャンネルからこうベータ、プレビューリリースの方にね、降りてきてほしいなと。あと、これ、以前のねビルド23466で、音声テキストの 編集指示。あの、こっからここまで選んでくださいとかね。あの全体選択してくださいとか言ってる機能。これ多分、英語版だけだと思うんですけどもあ。いや違う、英語版だけなんですけども。えー、これのね、えー、が、デブチャンネルで全て適用されましたというお話がありました。まあそういったところで、あの、デブチャンネル結構、うん、あの、ペン使ってる方はね、この Windows i n クの直接入力ができるようになったのもいいと思いますし、このね、この、 まあ何より私はこのファイルエクスポーラーのタブので分割、結合分割がね、できるようになったっていうのはね、ありがたいんで、今回のアップデート結構良かったのかなと思って。で、次はベータチャンネルですね。ベータチャンネルビルド22631.1900。あとは機能追加なしのテスト版が22621.1900です。この1900というのがリリースになりました。 でこれはね、一箇所変更がありました。あの、これ前、えっと、デブチャンネルでもお話をしたんですけどもえ、通知があります。トーストって通知ね、画面の右下にちょろっとこう横から出てくるやつなんですけども、え通知が出たときに、今後この通知ってオフにしますか、そのままにしますかっていう問い合わせメッセージボックスが出てくるんですけどねあ、出てくるようにしているんですけども、それをえベータチャンネルにも 入れましたと。ビルド22631の方で入れたんで、ちょっと試してっていう,、えー、いうのが今回のベータチャンネルの変更になります。まあこれベータチャンネルまでもここまで落ちてるんでね、この機能は正式作用になるのかなと思っています。さて、では次が、リリースピルューチャンネルが1個来ています。ビルド22000.2121。えー、これが来ています。 ビルド22000って何だいと、ね。だって今みんな使ってる Windows 11ってビルド22621ですよね。うん、で、ここにおいてこの22000って何だと。リリースビルって何だっても、これなんと Windows 11の 21H2 用です。あの 22H2 アップデートしてなくて、まだサポート中の 21H2 を使ってる方向けのリリースのプレビュー版です。 おそらくその企業用途でアップデートができないだとかそういう理由がある方ってあとあとこの 21H2 というね最初の Windows 11はまだサポート中ですのであのこれについてもねアップデートがあるみたいなんですねでそれのプレビューリリースということになりでこれがあの成字の番号が KB50279292 というまあここで読み上げたってしょうがないんですけども、えー、いうものになるんですが、えー、ここのね 実際修正した内容と言ってるのが、あの、マイクロソフトディフェンダー4エンドポイント、これ、まあ、セキュリティ関係のものなんですけども、これの強化版を入れましたというのが変更点です。ですから、まあ、対応としてはなんとか、セキュリティ対応でアップデートしましたという、このマイクロソフトのディフェン、マイクロソフトディフェンダーっていうね、まあ、ウイルス対策とかっていう、まあ、マルウェア対策のソフトっていうのを、 強化しててますっていうところで、まあ、あのサポート中の前のウィン最初の Windows 11でもやっぱりここら辺はケアしていくっていう意味でね、アップデートがあったのかなと思ってます。まあ、それ以外にもね、IME で中国語の改善されましたとか、あともいろんなバグの修正とかがね、たくさんたくさんあるんですけども、えー、そういうのが入って、えー、出てくるっていうところで、 ですから、そのうち、あの、Windows 11の最初のバージョンの2112をお使いの方にも、これが降ってくるのかなと思っています。まあ、そんなところで、今回はの、の Windows 11インサイダープリビューっていうのはね、デブチャンネルとベータチャンネルと2112用のリリースプリビューチャンネルが出たということになります。まあまあ、そんなところでね、あの、またこれ、Windows 11のインサイダープリビュー、あのー、どんどんお話をしていきたいと思ってますんで、えー ままたた聞いていててだければなと思っていますでなんでこんなふうにこまめに分かるかっていうとあのこの番組のチームズにパワーオートメイトを使って、えー、Windows のアップデートのブログをずーっと監視させてて、えー、アップデートがあるとチームズで連絡が来ると、えー、そういうことができるまあそういうんでねあの最近あのいろいろこうマイクロソフトの公式リリースの発表をやたら この番組で話すようになったじゃないかなと思われる方多いと思うんですが、実はそれでこうネタをどんどん自動的に集めて、えー、お話ができるというような仕組みにしてますんで、まあ、こんな形でいます。で、こういった操作というのも今までそのパソコンでウェブブラウザでやってて、まあ、ウェブブラウザでやってたんだけど、ねちょっとお話した、えー、パワーオートメートの iOS 版が正式リリースになったということで、あの iPhone だとか。 iPad からでもここら辺の自動化の仕組みを作り込むことでできるし操作することができるというところでねまあ微妙に何かと私の周り便利になっているかなと言ってるえ状況になりますはいえということでねえ今回はサーフェスプロネイ9でゲームを遊ぶというのと,えとマイクロソフトのイベント XBOX ゲームズショーケース2023 それと、パワーオートメイトの iOS 版正式リリース、Windows 116月のアップデートと、あと、Windows サブシステム t e m Android のファイル共有の機能強化、そして Windows 11インサイダープレビューというお話をさせていただきました。えだいぶ長くなっちゃった気がするんですが、えっと、すいません。ほんとすいませんとしか言わないんで、あの、ま、なんてうの、一応あの話はこう切って話してますんで、聞きたいところまで聞いてもらって、また、 おお時間あるるとにままたたた聞聞いいいいてててだだくっていう、まあ、分割すすよなな感じで、ねまあ、聞いていただければなと思っておりますはい、そういうことで今週もお聞きい,いただきありがとうございます。この番組ではマイクロソフトチ t ム e a m s を使ったオンラインコミュニティを用意しています。この番組の編集後期や裏話、マイクロソフトの最新情報やパソコンなどのデジタルガジェットなどの話をしています。ご参加希望の方はお申し込みフォームからお申し込みください。 また、この番組は、クラウドファンディングをキャンファイのコミュニティにより、皆さんのご支援をいただいて配信しております。このクラウドファンディングは、創作活動を継続して支援するサービスで、月額500円から支援できます。1回だけでのご支援でも可能ですので、ご協力いただける方、よろしくお願いします。ご支援は、番組のサーバー代、配信機材の維持、情報収集などの書籍代などに使用させていただいております。こちらもお申し込みフォームのリンクがありますので、ご協力いただける方、よろしくお願いします。 またはこの、えー、オンラインコミュニティと、あとこのクラウドファンディングですね。えー、こちらのリンクにつきましては番組の概要欄と Twitter、えー、のハッシュタグ、シャープウ w i d s t r e a m で、えー、お知らせしていますので、えー、よろしくお願いします。はい、本日の配信も皆さんのお役に立てることを願っています。また次回よろしくお願いします。